ました。それでは定例会見を開始させていただきます。レポート知事から発言があります。いただきます。お願いいたします。はい、本日もよろしくお願いします。まず今回厚生部において6名分の書類の誤送付が発生しました。これにつきましては昨日5月24日にリリースをさせていただいたところでございます。情報漏洩事案について再発防止策を講じている中で今年度に入り相次いで誤送付の事案が発生したことは誠に申し訳ございません。改めて再発防止に向け取り組みを徹底してまいります。お詫び申し上げます。それでは今日は、私から発表事項は1点ございます。令和5年度第41回になりますが、令和5年度土砂災害防止全国の集い in 富山について、ご説明いたします。6月1日から30日までの土砂災害防止月間でありますけれども、これに合わせて県内の土砂災害とその対策の歴史を今後の県を支える世代に伝えていくことが本県の持続的な発展に欠かせないものであると考えております。このために地域の安全を確保する砂防の役割と大切さについて情報発信をすることにより、今後の土砂災害に対する防災力の向上を目的として開催をいたします。6月1日の木曜日、富山国際会議場において土砂災害防止に顕著な成果を挙げられた方への功労者表彰をいたします。次に京都大学防災研究所所長の中北英一先生による気候変動による豪雨災害への影響と題した基調講演があります。引き続きまして治水文献富山で考える土砂災害対策、立山砂防120年とこれからをテーマにパネルディスカッションを行います。参加希望の方は当日会場でも受付可能です。詳細は担当課へお問い合わせください。今日は冒頭私からこの1件でございます。